和歌山市で2日にわたり行われる将棋界最高峰のタイトル竜王戦の第5局このタイトル4連覇を目指す藤井聡太七冠がかつて藤井七冠のデビュー以来30連勝を阻んだ佐々木勇気八段の挑戦を受けています藤井竜王の先で始めてください 竜王戦は4勝した方がタイトルを手にする七番勝負で、現在ともに2勝2敗、先に王手をかけるのはどちらか、明日の夕方に決着する見通しです。